被爆ピアノって聞いたことありますか？祖母のピアノですか？爆心から約 2.5 キロで被爆したピアノが寄贈された。井原千恵子さんが大切にしていたもので、長女の江口久美子さんが亡くなったお母さんの大切にしていたピアノを寄贈した。どうして広島のこともおばあちゃんのピアノのことも話してくれないの？今知らなくてもいいことでしょう。娘と広島を関わらせたくないんです。家族は当事者じゃないのかな。お母さんの気持ちも分からんことはない。私にも子供がおるけ。おばあちゃんのこと、広島のこと知りたいの？